ダイヤ改正もありましたし、今日は東京方面への通勤事情についてお話ししたいと思います。今後鎌倉の住環境なんかについてもお話ししたいと思います。今はコロナ禍で街の様子なんかも以前とはかなり違うんですよね。なので今見に来ても本来の様子がわからないっていうこともあると思います。じゃあ前のような様子に戻ったらどんな感じなのか、終電に乗り遅れたらどうすんだっけみたいなところもお話しできればなと思います。他にも学校の校区とかですね、行政の区分っていうのがあるんですけども、まあ、必ずしも杓子定規ではないので、まあ、こういう例もあるよみたいなお話もできればなと思います。気になった方はチャンネル登録よろしくお願いします。では始めましょう。ではまず鎌倉から東京方面に向かうには、どういう手段があるのかっていうところをまずお話しします。はい、まずここが鎌倉駅ですね。では鎌倉駅で、ここからまず JR の横須賀線、横須賀線を使って、東京だとこの東京駅まで行きます。時間にして、大体57分って書いてありますね。はい、まあ、1時間弱ぐらいで、東京駅まで着きます。で、まあ、鎌倉を出ると、隣に北鎌倉という駅があって、あの円覚寺とか建長寺とかそういった、大きめのお寺があるところですね。で、まあ、高校とかも何個かあるので、まあ、朝とか夕方は学生さんが結構たくさんいる場所です。で、この大船といういろんな電車が来ているところなんですけども、まあ、この大船も鎌倉市です。ただ、今回スコープ外ではあるので、お話には何回も出てきますけど、大船周辺のお話っていうのは特にしない予定です。で、隣の戸塚に行って、でこの横浜までの間に横須賀線の場合は東戸塚と保土ヶ谷っていう駅が間に挟まってます。で、横浜を過ぎて途中で、もともと貨物船が走っていた方に、横須賀線は曲がって、新川崎っていう駅と武蔵小杉、それから西大井という駅を通って、品川に到達します。で、品川からは新橋、東京駅と、で東京駅は地下のホームに到着をします。で、横須賀線は、東京について終わりではなくて、そこから総武快速線に直通運転をしていて、新日本橋とか馬喰町とかを通って東に進んでいきます。路線が長くなっているので、総武快速で人身事故なんかで電車が止まると東京止まりになるっていうことでダイヤが乱れたりします。で、もう一つ、はい、鎌倉から新宿方面ですね、新宿方面に行くには湘南新宿ラインという電車を使って行きます。で、鎌倉駅はホームが上りと下りだけしかないので、両方同じところに来るんですけども、湘南新宿ラインというものに乗っていくと新宿まで、58分って書いてありますね。58分で着きます。で、こちらも武蔵小杉、それから西大井までは一緒なんですけども、西大井の先、今度品川に行かずに大崎を通って、そこからは、埼京線と同じ路線を通ります。で、大崎の後は、恵比寿、渋谷、それから新宿という形で、進んでいきます。で、鎌倉駅なんですけども、電車はこのぐらいあります。平日ですね。で、注意が必要なのが、7時38分ですね。7時38分の湘南新宿ライン。これを過ぎると次の湘南新宿ラインがですね、9時37分までないんですね。おおよそ、2時間湘南新宿ラインがなくなる時間帯があります。で、この時新宿行きたい人たちどうするかっていうと、実は、この横須賀線というものと、別に大船駅を通っている東海道線というものがあります。上野東京ラインみたいな名前になったかもしれないんですが、東海道線本数が実は多くて、7時台なんかは、19本ですね。およそ3分に1本ぐらい来る電車なんですけども、こちらにもですね、湘南新宿ラインというものが通っているので、大船駅の湘南新宿ラインの電車の表示なんですけども、こちらを使うことになります。大船始発は結構あってですね、いいんですけど、そうですね、8時台はちょっと1本減ったかな。鎌倉を、
8時34分に出て42分に着いて、ちょっとだけ待つと電車が入ってきて始発っていう素敵なやつがあったんですけど、1本減らされたかな、9時1分発になっちゃいますね。いつも、9時半過ぎに渋谷に着きたかったんで、その電車によく乗ってたんですけど、ちょっと渋谷9時48分着ですね。9時半過ぎに渋谷に着きたいって人はこの電車になってしまうので、9時1分大船みたいな電車に乗るためには、まあなんか48分でもいいのかな。大船に58分について、3分待って、なのでまあ鎌倉からちょうど1時間ぐらいで渋谷に着くってことは可能ですね。はい。ただ、どうなんでしょうね。この大船始発のこの時間帯の湘南新宿ラインはだいたい空いていて、大船を出る時点では空席がたくさんある状態で出発してるんですけど、ここで1本なくなると、1本前の人と合わさるので、まあ、大船でもしかすると埋まるようになるかもしれないですね。これはコロナ禍になる前でも似たような状態だったんですけど、この1本減った影響がどう出るか、これからマンボウ解除されておそらく平時に戻っていくんだと思うんですけど、リモートしてた人がどのぐらい出勤族に戻るかっていうところ次第だと思うんですが、ちょっとここ不透明ですね。ただ、まあそんなに、混んでることはないんじゃないかなとこのぐらいの時間になると思うんですけど、どうでしょうね。はい。もう一つ、たまに出勤する人であれば、この横須賀線と東海道線ってグリーン車ってやつがついてるんですね。で、東海道線はグリーン車も結構いっぱい人が乗ってるんですけど、横須賀線で東京駅じゃない、横須賀線で鎌倉駅から乗る場合には、まあほぼほぼ座れるはずなので、まあたまにしか出勤しないっていう人はグリーン車に乗っちゃうっていうのも手ですね。まあ東海道線から横須賀線に乗って10年ぐらいなんですけど、東海道線はやはり混んでいて、私が10年ぐらい前は結構出勤が遅かったのでまだマシだったんですけど、まあ、通常の時間帯に出勤する人たちは横須賀線はかなり楽だと思います。なので湘南新宿ラインに乗り換えていくといいと思います。はい、はい。で、今度帰りなんですけども、まず湘南新宿ライン側から、湘南新宿ラインの、まあ、帰り方向はですね、結構まあ早く終わるとはいえ、今あれですね、東海道線系の湘南新宿ライン、つまり新宿方面から大船に行った後鎌倉には行かずに藤沢に行く方、平日の新宿駅、新宿発22時58分。これが、最終です。で、これを逃すと、品川方面に出て、品川から横須賀線で帰るってことになります。逗子方面、逗子行きですね。鎌倉を通る湘南新宿ラインの最終は、21時45分。9時45分ですね。これに乗れば、鎌倉には、22時44分に着くということになってます。今度東京方面からなんですけど、はい、品川駅からの最終、このコロナ禍でなのか、最終の行き先が大船駅行きに変わってしまったんですね。なので鎌倉まで最終では行けません。なので、16分前23時43分発に乗らないと鎌倉まで帰ってこられないと、大船駅から、鎌倉方面、ここは結構遠いんですね。まず大船駅から、鎌倉の東口に行こうとすると、徒歩。はい、4.7 キロですね。1時間って書いてありますけど、そんなにすぐに着いた記憶がないというか、亀ヶ谷坂。はい。ここは、よくミステリーなんかにも登場する、ちょっと、切り通しなんですけど、夜は、そこそこ怖い道ですね。両脇が崖みたいになっている。崖は片側かな？急坂の道ですね。ここを抜けて、帰ってくるっていう感じになっ
ているんですが、そうですね、結構時間はかかると思います。でさらに、はい、さらに遅れた場合ですね、遅れた場合に、新橋ないしは品川の高輪口からですね、逗子行きの深夜バスっていうものが、品川を0時55分だからだいぶ遅いですよね、1時間以上、鎌倉まで行ける電車よりは後に出るバスがあって、3000円ちょっとで乗れるので、まあその辺のホテルに泊まるよりはだいぶ安く家に帰って寝られるっていうやつです。でこれに乗ると、大船駅に着くのが2時で、そこから、湘南モノレールの下を通っていくので、まあ、モノレール沿いに住む方も大丈夫だと思うんですけど、町屋入り口通って深沢で、梶原口で、日の見下は、鎌倉山の麓のあたりですね。それから、長谷観音を通って下馬四つ角、鎌倉駅、名古屋、長勝寺で、潔の、西高寺っていうものかな、で逗子駅に着くみたいな超便利なバスがあったんですけど、ちょっと、これ動画撮ろうと思って調べていたら、廃止されていまして、終電乗り遅れたら帰れません。まあ、平時に戻ったらまた戻ってくるかもしれないですけど、まあ、路線で一回廃止するとなかなか、復旧大変らしいので、まあ、戻るかわからないんですけど、戻ることを祈りましょう。でも戻らなかったら、まあ、おとなしく諦めてどっかに泊まるなり、まあ、夜通し飲み歩くなりっていうことで、なんとかしてくださいということになりますね。で、今度はそもそも JR までどうやって行くんだっていう話なんですけど、